ハムホータシです。本日は紅白戦の結果を語るまさかのショート論争でございます。本日から春季キャンプが開始され、初日から紅白戦がございました。いきなりね、大アピールする選手が多くいらっしゃいましたので、ぜひともお話していこうと思います。2月1日紅白戦結果の概要、今日の MVP、 そして各選手の一言感想を述べていきたいと思います。では参ります。はい、まず2月1日の紅白戦結果の概要についてお話しします。白組が1番センター磯畑、2番 DH 矢沢、3番レフト松郷、4番サード野村、5番ファースト清宮、6番ショート上川畑、7番セカンド石井、8番捕手宇佐美、9番ライト江越という面々でした。一方、赤組が1番センター浅間、2番セカンド水野、3番レフト今川、4番ファーストアラカンタラ、5番捕手古川、6番ライト万波、7番サード細川、8番ショート奈良間、9番 DH 坂口、10番 DH 梅林、11番 DH 有園でございました。まあ、メンツを見るにね、白組がメインといいますか、去年活躍したメンバーで、赤組が、チャレンジする側っていうね、形なのかなと思いますね。で、投手陣が白組が黒柳、井口、斉藤幸樹、松岡、川野、北浦、北山、赤組が鈴木健也、上原、斉藤幸也、根本、吉田、長谷川、石川でございます。で、結果としては石井のスリーランで先制をした白組がリードを守って勝ったという形でございます。本塁打が石井、ツーベースが奈良間、伏見、野村、盗塁が上川畑、水野、奈良間、松本で、盗塁手が2つで宇佐美と梅林が指しています。で、今日の MVP ですが、悩みましたが、私からはね、この3名を推したいと思います。まずはね、白組からは石井和谷選手、セカンドを守ってて、加藤選手のね、骨折があってセカンド1番手になった石井選手なんですけれども、もう調整も盤石でね、いきなり上原選手から、完璧なスリーランを打ちました。で、本当にね、インコースのまっすぐ、上原選手が投げた逆球だったんですけれども、あのゾーンっていうのは完璧に彼のツボなので、いきなりそれをね、見せてくれたのは安心材料かなと思います。またね、アウトコースをしっかりさばけるかが課題だと思ってたんですけど、その後にアウトコースを、センターに運ぶという場面もございましたので、もう甘い球はさばけるというところを見せたかなと思います。で、スイングもね、打球も全然違ったので、調整成功といいますか、今年にかける思いが伺えたなと思います。で、もう一人、上川畑大吾選手ですね。この選手ね、本当去年から変わらず、今年も守備が本当に安定していて、また終盤チャンスでのバッティングの勝負強さも、見せました。盗塁もありましたね。本当職人の技みたいに投手の隙を盗んで完璧なスチールでしたね。で、特に守備面ですね、土のグラウンドだったのでエラーしやすい環境だったんですけれども、こうしっかりとね、打球を待って取ったりとか、あと盗塁の際にそれた送球に対してうまくフォローに入って、こううまく綺麗に追いタッチをして、リクエストあったらさせたなっていう場面もありましたし、こう2年目の呪いというか、調整に失敗してっていうことはなさそうな感じでしたね。本当今年はね、ショート第一選択と言っても過言ではないと思うので、この後もね、怪我しないようにしっかりと調整していってほしいなと思います。はい、そして赤組からはこの選手ですね、奈良間大輝選手。皆さんご存知の通りね、ルーキーなんですけれども、もういきなり調整大成功というか、調子の良さを見せてくれました。去年ね、オープン戦で活躍したのが水野選手だったんですけど、まさにそんな感じで、もうスイングもしっかりしてるし、思い切りもいいし、こう心身ともに体も心もこの1試合にちゃんと準備してきたんだなっていうのが伝わってきました。また走塁面においても、途中ね、ピッチャーの送球がそれたのを見てディレイドのスチールを決めたりとかっていう技術もそうですけど、思い切りの良さですね、そこを見せられたかなというふうに思います。で、次の打席のね、クリーンヒット、ツーベースも本当にもう調子がとてもいい時の石川慎吾のように、スイングのキレがね、一人だけ違ったように見えましたね。この3選手についてはね、本当に問題なくキャンプインしてくれて、それぞれが抱える思いっていうのも伝わってきたので MVP とさせていただきました。で、お次はですね、紅白戦見れなかった人は特に気になってるだろう各選手の調子ですね、そういったところを一言でお伝えしていきたいと思います。皆さんとね、感想ずれるかもしれないんですけど、あくまで私が見た調子だったりとか、今年どうなっていくかなっていうのをね、ちょっとずつお話していきたいと思います。まずは先発した黒柳選手ですが、ちょっとね、全体的に高めに浮いてたかなというふうに思います。まだまっすぐがね、140中盤ぐらいだったんですけど、これから上がってくるのかなと思います。ただ9位で押せてたのでね、まだまだ調整次第では1軍で登板する機会もあるかなと思います。鈴木健也投手はコントロールはね、まばらだったかなって思うんですけど、胸
張って自信持って投げてるなというふうに思いました。で、当然コマンドのある選手なので緩急ですとかアンダースローならではの変化っていうのは健在だったなというふうに思います。で、磯畑選手、矢澤選手がね全く打てた中と考えると左バッター対策というか攻め方も考えてきたのかなというふうに思いますね。で、松岡投手は先頭にフォアボールを出したのも含めて制球に課題だなと思うのと、ボールが高かったですね。今日全体的に高かったんで、これから調整していくんだと思うんですけど高かったなと思います。で、高いフォーク、高めのフォークで三振奪ったりしてたんですけど、わざとだったかどうかは分からないです。ただね、140ちょいだったんですけどボールに力はありそうな、雰囲気を、ね、打球から受けました。で、井口選手はですね最初は高めに浮いてたんですけども投げてるうちにねどんどん低めに集まってきて最後は低めの変化球で打ち取るっていうね、修正力の高さを見せました。で、経験のある選手なので今年の若いリリーフ陣を軸になって支える役割が求められると思うのでぜひとも多く投げてほしいですね。続いて斉藤光輝投手ですね。ちょっと球がばらついていて強みというかどういう風にプロで勝負していくかっていうのが見えづらかったかなと思います。去年の2軍のねスタッツを考えたら全然もっといいピッチングできると思うんですけど、バラだったなと思います。ただストレートがねまっすら気味なのが特徴的なのかなっていうのも見受けられたので、コンスタントにね右のインコースにズバズバいけるようになるとまた数字も上がってくるのかなと思いました。で、斉藤幸也投手ね155キロを投じるも1球で降板ということで右足がもしかしたら故障してるかもしれないですね。ただこういう時期なのでゆっくりと調整しながらシーズンには投げられるように調整していってほしいなと思います。本当ね2月1日から150何キロ放るっていうことはね相当調整してきた、今年絶対一軍で開幕を迎えてやるっていうね思いを持ってきたと思うので本当焦らずに一軍の戦力になってほしいなというふうに思います。続いて根本投手、本当まっすぐはねビシッとしていてちょっとコントロールばらつきは見られたんですけれどもキレは本当に良さそうでした。またスライダーが本当にいいですね。とにかくポン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 放ってて簡単にストライクを取れていて安定感を感じましたし、左バッターはまず打てないだろうなというふうに思わされました。で、本当に安定感もあって度胸というか落ち着きもあって今日投げたピッチャーの中ではダントツに良かったなと思いましたね。先発には入ってくるかなと思います。で、続いて川野投手、球の勢いもう一つですね。もっとね中継ぎの川野は良かったと思うので、まだ時期的な問題もあると思うんですけど、まっすぐの勢いが上がってくればバッターがどんどん打てなくなってくるかなというふうに思います。続いて吉田輝星投手、今日はね何か試してたのかもしれないんですけどなんか球の勢いがなかったですね。143キロ前後です。ただフォームがゆったりとしてて、球のキレはあったように感じたので、課題というか球のキレの部分意識してたのかもしれないです。で、高めのまっすぐでファールを打たせて低めのフォーク、スライダー、空振りを取りに行くっていうねそういう意識が見られたんですけど、なかなか変化球がねうまくいかなかったなというふうに思います。逆に言うとこのピッチングスタイルがしっかりと確立していけばリリーバーとしてもっと安定していくので今後も楽しみに見守っていきたいなと思います。で、北浦投手ですね、非常に良かったですね。球のキレがいいです。で、バラつきもそんなに多くなかったように感じます。で、体重絞ったって言ってたんですけど本当にそれが功を奏したのか、特にスライダーだかカットボール、早めのまっすぐが非常に良かったですね。今日の左のリリーバーの中では特に良かったと思うので一軍残るでしょうね。で、続いて長谷川投手ですね。ランナー抱えるまではスライダーが良くてまずまずこうストライク投げられてたんですけど、ランナー出てからねスライダーもカウント取れなくなっちゃってまっすぐも浮いちゃってちょっとバタバタしたなというふうに印象があります。そのあたりはねこれからの調整したいかなと思います。ただ手のピッチャーはねコントロールが全てだと思うので、ランナーが出てからもこうスライダーをビシッと間違いない、ここ一番のコントロールをしっかりとするというところが課題かなと思いますね。で、続いて石川直也選手ですね。ちょっとパッとしなかったなというのが私の正直な感想です。やっぱねこう手術をする前の150オーバーのまっすぐと落差の大きいキレのあるフォークボールっていう、そういう姿ではなかったなと思いますね。で、今年から取り入れてると聞いている小さいフォークがいくつかありました。で、それを狙い撃たれたというかそれをすくってヒットにされてたりしたので、あれを使う場面は考えた方がいいなというのと、もうちょっとキレとスピードが出てこないとこう打たれるボールになっちゃうのかなという印象は受けましたね。石川選手がね球速上げてくれるとリリーフ陣だいぶ安定するので、これからの調整なんとかしてほしいですね。で、続いて北山投手ですね。北山投手に関しては、成長も見られたけどって感じですね。ランナーがいない場面ではワインドアップを採用していました。149マックスで球威はねまあかなというふうに思います。ただ去年のねズバズバ投げにいってる感じの衝撃はなくて、お気に入ってる感じが否めなかったなというふうに思いますね。ただそういう中でもカーブとかスライダーの曲がり球をうまく使って打ち取っていたので、去年一軍で得た経験っていうのはねこう引き出しを大きく広げてくれたのかなというふうに思いますし、さすがだなと思わされました。
で、上原投手ですね、石井選手にスリーランホームランを打たれるなど、ちょっと調子が良くなかったんですけど、かなりばらつきはありましたね。ただ左バッターの外角、右バッターの内角ですね、あそこには綺麗に投げれていて、そこの精度をもっと上げていけば、まあ安定するのかなと思いました。ただね、こうまっすぐもあと一つ勢いがなくて、変化球もこれといったものがなくて、なんというか何かこう秀でたものがないと監督としてもどう使っていこうっていうのがイメージしづらいのかなと思っていて、どういうアピールをしたいのかなというふうに思いました。ポテンシャルが高いね、先発候補なだけにね、これから球の勢いを上げていってほしいなというふうに思いますね。続いて野手ですね、お話していきます。今川選手は直球をしっかり引っ張るというのがねできていました。ただ盗塁試みで失敗しちゃってたので、そこら辺はどうなのというふうに思いましたね。純粋にその作戦がどうなのっていう、紅白戦なんでね、積極的にって話かもしれないんですけど、無謀なスチールって私はあんまり好きじゃないので、そのあたり今年改善されていくのかなと。これは今川選手の問題というよりはチームの問題なんですけど、いいなというふうに思いますね。で、凡退したライトフライ、逆方向への打球もねかなりいい感じで打てていたので、ああいうのが増えていくと、こう新球場で長打がもっと増えていくのかなと思いますし、いつも上がってきそうな感じがしますね。で、宇佐美選手ですね、かなり痩せていました。で、最初盗塁を刺した送球非常に良かったですね。ただファールフライを落とした場面もあったんですけど、打球自体はしょうがないかなと思います。で、バッティング面はそんなにこういいアピールはなかったですけど、守備を見てるとまずまず問題ないのかなというふうに思いました。続いて磯畑選手、ちょっとバッティングに迷いがありましたね。なんというかこう引っ張りに行ったり、ね、打ち流したりっていうのを秋季キャンプからねいろいろと指示されていて、本人の中でもどうしていいかが分からなくなってるのかなというふうに思いました。ただこう頑張ってね、選球眼を生かしてフォアボールを選んでたりしたので、これから調子を上げていってほしいなというふうに思いますね。で、矢沢選手ね、 DH で入って途中でライト守備やったんですけど、攻守ともに雰囲気がありますね。で、バッティング非常に柔らかいなというふうに思いました。柔らかいというか、こうバッティングの型が崩れてもうまくスイングしてたりとかっていう意味の柔らかいですね。ただミートですね、やっぱりこう例えば最初に勝負した鈴木健也投手とか、ちょっと球がブレるとうまく当たらなかったりとか、積極的なスイングはするけどなかなかヒット性のミートをしてくれないっていうところで、 N 数少ないんでね、これからだと思うんですけど、どれくらい能力があるのかっていうのはね楽しみですね。で、松本剛選手はもうレベルが違いますね。正直 MVP でもいいんですけど、去年を見てるとね当たり前だよなって感じがします。でもどんな球が来てもねミートしてくれるんで、積み上げてきた実力は本物だと思います。もうあとはね、こう調子下がるとかってよりは怪我しないでくれよっていう、もうそこだけかな心配はって思いますね。で、続いて古川選手なんですけど、ちょっとバッティング面振り遅れが見られたなというふうに思います。生きた球を見てこなかったからかなと思うんですけど、アピールには失敗したかなと思います。あとね、盗塁を許した場面でねキャッチングミスがあって、盗塁されたっていうのもあるので、ちょっとアピールはできてなかったかなと思いますね。で、アルカンタラ選手ね、バッターボックスの印象、雰囲気がめちゃくちゃ良くて、で、現にまっすぐ待ってるけど反応で変化球を引っ張るという場面も見受けられました。そしてびっくりしたのが、左ピッチャーの北浦投手に対しても左打席で立っていて、もしかしたら今年スイッチじゃなくて左に絞るのかなとか、そういうピッチャーによって左でも左に入ったりっていうのを数字でしていくのかなっていうふうに思いましたが、いい当たりを飛ばしていて、今年は DH 取るのかなとか思いましたね。で、万波選手ですね、守備面は安定していましたが、バッティング面ね若干中途半端な場面が見受けられましたが、2打席目の打球はウサギでしたね。浅間選手はライトで好プレーがありましたが、バッティングではこういいところを見せられず、チャンスでゲッツーしちゃったりというのがあったので、ここ一番でねしっかりとしたバッティングが見たかったなというふうに思いますね。で、野村選手ですね、なんか野村選手体でかくなってましたよね。ツーベース持ってるんですけど、スイングがめちゃくちゃ良くなってるんで、今年すごい数字上がるんじゃないかなと思わされました。本当になんか見違える感じですね。で、清宮選手はですね、シュッとしてるんですけど、ちょっと耐久気味でしたね。いい球も見逃してカウントを整えてっていうのが見られましたね。ただ反応打ちで綺麗にセンター返したりっていうねバッティングのセンスは見せました。で、守備でですね、満塁でファーストゴロで、セカンド送球してダブルプレー取るっていうのがあったんですけど、本塁投げる場面なのでなんでかなというふうに思いましたね。あれがこう指示されたもの、紅白戦だからちゃんとゲッツーの練習しろよって意味で、あらかじめ二塁投げてねっていう指示のもとやってたらいいんですけど、あれがもし天然でやってるとしたらすごく心配だなと思いますね。ただ体のキレが良くて守備でもサクッとは動いていました。
江越選手は雰囲気がいい当たりがありましたね。センターに大きく伸びた当たりがあったんですけれども、なんか江越選手だったらここの打球をこう打ったらもっと伸びるよねっていう印象があったので、まあ、風で戻されたのかもしれないんですけど、思ったよりね打球が伸びないっていうシーンがあったので、まあ、そこはちょっと気になりましたね。で、新加入の伏見選手ですね、さすがのスイングでございました。本当にねこうコンパクトに振り抜いてしっかりと引っ張るっていうね、なんかこう勢いだけじゃなくて技術が高いんだなっていうのが見て取れました。ただね、盗塁を刺す送球が若干怪しかったのでそのあたりもうちょっと見てみたいなというふうに思いました。今度宇佐美選手がメインキャッチャーの日もね代打で使える選手なので、まあ、そのあたりは非常にありがたい存在ですよね。で、坂口選手ですね、センターにヒットを放っていまして、思い切りが非常に良いスイングでしたね。まだまだ1軍でチャンスあると思います。で、梅林選手がね意外とバッティングが良かったですね。まあ、意外とっていうのは梅林選手は守備で貢献する選手って印象があるんですけど、多分今バッティングの調整をちゃんとしてきていて、いい雰囲気で打席入ってましたね。で、水野選手に関しては、まあ、すごい目立ってたわけじゃないんですけど、盗塁のタッチでねいい部分がありました。まあ、うまいタッチが1個あって、まあ、それくらいかなと思います。で、アリソン選手ね、1打席目にこうみんながバカバカ打ってる中で自分も打ってやるっていうのでね、ファーストスイングから本当に大振りで力強くて良きです。で、結果ヒットになったんですけれども、そうやってホームラン狙う姿勢っていうのはね忘れないで貫いてほしいなと思います。長打をひたすら目指してほしいですね。今日話していきましたが、皆さんの今日の紅白戦に対する感想をぜひとも教えてください。今後もファイターズに関する動画出していきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。